本日の暁小学院の対談ですね。対談の先生は東秀英先生です。この先生は多彩でいろんなことやってあります。例えばね、ガーデニング非常にきれいに作られて、またそれ以外に、ボーリングですね。ボーリング230いくつ出されたとね、すごいですね。私なんかも130ぐらいが最高なんですけど、まあそれ以外にね、書もね、いろんな匠で、千字文をね、一回展覧会で書かれて出されたこともある先生です。なかなか器用な先生です。皆さんこんにちは、暁小学院林田行慶です。本日は春季ですね。春季の方の教室まで来ました。マドカホールですね。本日はマドカホールの先生をね、ちょっとご紹介したいと思います。そしたらまずお名前の方。はい、東秀英です。よろしくお願いします。その先生も今日来ていただいて、どうぞ。黒田修明です。よろしくお願いします。東先生は、はい、いつ頃から書道を習われましたかね。そうですね、子供の頃から、習字というか筆の字は大好きだったんですけど、習うこともなく、そしてまあずっと時が経って50過ぎてから、恥ずかしいんですけど、ここの教室で、ね、習い始めました。あ、そうなんですか。はい、いやもう私作品はね、いつも見せてもらってまして、はい、また後でその作品とかあったらまたね、はい、ご紹介いただきたいと思う。なかなかすごい上手な人がねここにいるなと思ってたんですけど、それでまああんまりお会いしたことなくて、本当に、ね、はい、また今後はよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。で、本日は特別に東先生の先生、黒田先生が来られ黒田先生、ここの教室やりさん、いつ頃からなんですか。2年ぐらいになると思います。あ、そうですか。はい、そうですね、ここの教室も先生ちょこちょこ変わられましたもんね。はい、最初、東先生は誰、どなたに習ってられますか。ね、奥の、良花先生の前に、うん、奥の高蘭先生。わかります、わかります。はい、先生に教えていただいてました。ああ、そうですか。はい、なんか奥野の先生の前がまた奥野先生のがね、はい、はい、奥野ゴーラン先生もこのね近くで、はい、ね、お住まいやと思います。そうでしたね。で、奥野良花先生は今私の生徒で習っておられます。で、それであとね、いろいろ生徒にね、教える教え方、ちょっとどんな風に教えてはりますか、ちょっとお願いしたいんです。はい、当初は黒板に何文字か書いてたんですけれども、時間を取られるので2年ぐらい前からこういう感じで、あ、こちら向かってる、楷書と行書に分けて注意点を自分なりに考えてコピーして皆さんにお渡ししてるんです。ああ、それはいいですね。はい、それは非常に結構なこと、皆さん分かりやすいから評判いいでしょうね。いや、どうなんでしょう、まあ口で言うように書いて渡す方が分かりやすいかなと思って。ああ、そうそうですね。はい、注意点なんかね、そう、あ、全部また後で写真は見せてもらいますので、たくさんね作っておられます。こういった具合とか、これ1月号やったら1月号、これは12月号やったら12月号ですね。はい、で、これは、皆さん字がねちょっと小さめなので、下敷きからちょっと漢字ははみ出すぐらい、やっぱり実際に書いて見ていただく方が分かりやすいかなと思って、毎月その楷書の方だけ書いてるんです。あ、そうですか。それは、はい、これ見たら分かりますね。ちょっとこう
この四角に入れるんじゃなくてちょっとはみ出すことによって、そうね、ひらがなはちょうどマスの中に入り込む感じ、ひらがなはマスの中に入り込むような感じで、ちょっと大きく書いてもらった方がね、文字に勢いが出て非常にいいかと思います。なかなかね、あの大変ですけど、もうありがとうございます。お城大変ですけど、いいありがとうございます。なあとはあの書道以外に、はい、あの趣味ってございますか。あのね、浅く広くあるんです。はい、あ、そうですか。あの3つを絞ると、まず1つはあのガーデニング。あ、ガーデニングね、はい、あの玄関周りにカラフルな花を結構季節ごとに植え替えて飾ったりしてます。黒田先生も結構ね、あの好きなの違いますよ。いつもあのインスタで、あの 庭ですか、お広いお広いの庭ですね。庭いじりです。むちゃくちゃにしてますね。剪定とかすごいね、されてすごいな。またガーデニングもちょっとお写真お願いします。後でお願いします。まあ本当綺麗ですよね。そうですね。何の花が好きなんですか。何の花、まあ一番だとチューリップですね。あ、チューリップですか、うん、です。この頃色もたくさんありますしね、うん、そうですね。フリルとかね、いろんな形もあって。あ、そうですか、はい、私はあの月下美人を咲かせました。咲きかけのを持ってき、生徒さんが持ってきていただいて、咲いたら、咲いて終わったら生徒さんが持って帰ったといういいとこだけいただきました。そうですね。あともう一つは、趣味はボーリングです。すごいですね。そうなんです。ボーリング今ハマってて、はい、ボーリングクラブに入って、毎週、重たいボールを投げてます。重たいボール何ポイント、はい、あ、でも13。あ、それでも重たいですわ。普通は8とか9、女の人投げますもんね。そうですね。はい。マイボールで。マイボールで。どのぐらい、はい、アベレージはどのぐらいですか。あ、最高で235。すごい。まあ、私は最高で135ぐらいですかね。本当に。すごいですね。ほな、ね、いつも行ったらもうスペアがほとんどですね。最近本当に今スペアも取れるように。そんなことだ。135はストライクが多分5つぐらいストライクいります。もっといるんかな。結構いりますね。でもダメな時はすごい低いですよ。あ、そんなことはないと思いますけど、でも結構力いりますもんね。そうですね、結構いい運動になって、あ、いい、はい、いいですね。あ、そうですか、はい、あともう一つございますね。もう一つ最初に、全部趣味違いません。ほとんどその広く浅くじゃない、深く。もう一つはあのスポーツクラブ。あ、スポーツクラブに。まずあの健康第一なので、はい、やっぱり年も考えると健康維持のためにあの入ってやってます。スポーツクラブね、何をされてるんですか。あのいろいろ中あるんですよ、はい、ジム、はい、プール、あとスタジオ。スタジオ、はい、でスタジオはヨガ、ヨガとかいろんなダンスみたいな。ああ、そうですか、うん、すごく楽しくてやってるんですが、やっぱりリズムについていけなくて。そんなことないと思いますよ、そんなにやったら、まあ、健康維持のために頑張ろうかなと思って。ああ、そうですか。もう素敵な先生ですね、本当に素晴らしいです、もう私はもう全然運動不足でお腹ばっかりでまして、そんなこと言ってる場合じゃないんやけど。まあ、であとまたあの書道のことでね、私に聞きたいことございました。書道のこと違ってもいいですよ、意外でも何でも。あのまあ、お仕事でお忙しいと思うんですけれども、あの先生にとって夢中で楽しめる趣味って何でしょうか。やっぱり一つはもう完全に私はあの自分の師匠側の世界で、あのまず詩を作って絵を描いて、それに記号、書道を記号する、これが一番の楽しみですね。それ以外にね、あの魚釣りなんかよく行ってたんですけど、今はもう全然行ってないんですけど、あのなんかのんびりしてね、あの景色を見ながら魚釣るっていうのを
いいんですけど、やっぱ釣れた時の方がいいですね。釣れてその魚をさばいてお酒を飲みながら食べるというのが一番。さばけるんですか？さばけます。すごいです。うまいとは言ってません。あの魚釣る人は大概さばけると思います。ね、それが一番まあいろいろあります。私もあのそんなに言いながらいろんなことね、あの好きなことあります。あの中国ドラマを見るのが大好きです。あで中国に行くのが大好きです。今ちょっと行けないんですけどね。だから中国に行きたいなあ、で毎日考えてます。あの去年台湾行ってきたんです、はい、初めて。そうで故宮博物館、はい、あそこに行って。ああいいとこですね、うん、初めてなんです。もうあのね、中国の素晴らしい作品は全部故宮に、台湾故宮に行ってしまったんですね。あの国民党と共産党が分かれた時に国民党の人が台湾に持って行ったので、だから台湾にすごくいいのはありますね。だから私も前にあの行った時にはいろいろと見ました。でも何も見てもあの全部出してくることができないので、ちょっとずつしか出せないのでなかなか見れないんですけどね。他台湾どこ行かれました？台湾縦断、すごい。台北から台中で高雄、高雄まで、はい、そこから新幹線でまた戻る。ああそうですか、すごいですね、はい、それは何日ぐらいかけ？3泊4日えらい早いんです早いですね。ちょ新幹線超特急ですから、はい、そうなんです私はあの台北と澎湖島というのも、これはもう誰も行ったことないようなところ一人行ったんですけどね、そこのんびりしてる島でして、そこであの魚はあのクエがよく取れる。でクエ料理一人で食べたけど全然一人やから食べれなかったですねそんなことです。またこの頃ね、台湾すごく流行ってるみたいですね。そうですよね、たくさん観光客が、ね、綺麗な、ね、ところです。なんか日本とよく似てますね、なんか。そうですね、でも9分が大雨で、はい、残念でした。あ、9分で大雨にあったんですか？そうなんです。ああ残念な、あそこいい雰囲気ですよね、9分、ね、はい、そうですね、それだけがちょっと残念。ああそう残念ですね。まああの前からね、その私なんかでもこう審査するときに、あの東先生が書かれた作品なんかよく目にしてたんですけど、まあお会いしてたかもしれませんが、ちょっとはっきり分からなかったので、今回ね、今度はあの非常にあのその作品を見させてもらって、あのよく頑張ってよく練習してあるなと思ってました。はい、これでいいですかね。黒田先生も一言お願いします。ありがとうございます。本当に素晴らしい先生を、うん、教えていただいて。すごいね、創作力と、ね、ね、意欲とあります。今回は東先生の 大発見ができました。いや、そうなんですね。ボールを振り回してるので知りませんでした。本当ですね。まあ、本日はこの、一応岸和田になるんですけど、まどかホールというところで、あの東先生にいろいろとお聞きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。